バート・ラッペナウは、ドイツ・ビュルテンベルク州北西部、ハイルブロン郡に属す都市。ハイルブロンの北西約1 4トルに位置する。この都市は、ハイルブロンを上級中心とする、ハイルブロン・フランケン地域連合のハイルブロンを中心とする中級地域圏に含まれる。バート・ラッペナウは、ネッカーズルム、エッピンゲンに次ぎ、ハイルブロン郡第3の都市である。バート・ラッペナウは、 1973年10月1日に都市圏を得、2003年1月1日に大規模軍都市になった。バート・ラッペナウは暗い日が内方北東部に位置する。地域はハインスハイム地区でネッカー川沿いにまで広がっている。バート・ラッペナウに隣接する市町村は東から時計回りにグンデルスハイム、オフフェナウ、バート・ビンプフェン、ハイルブロン、 マッセンバッハハウゼン、キルヒャルト、ジンスハイム、ネッカービショフスハイム、ヘルムシュタットバーゲン、ヒュッフェンハルト、ジーゲルスバッハ、ハスマースハイムである。バート・ラッペナウは、キルヒャルト及び、ジーゲルスバッハと共に、行政共同体を形成している。バート・ラッペナウは、中核地区のほか、バープシュタット、ボンフェルト、フュアフェルト、グロムバッハ、ハインスハイム、オーバー・ギムペルク、 ドレシュクリンゲン、ボレンベルクの格式からなる。ラッペナウは1356年にラパノーの表記で初めて文献に記載されているが、1190年にはすでにラーベンフォン・ビンプファンと呼ばれていた。この村は多くの家紋が分割統治していた。例えば帝国都市ビンプフェンやヘルムシュタット家などである。1592年からは現民園家が 暗い日が浮きクに属す帝国騎士所有地として、この村を領した。エーバーハルトフォン原民元は、1604年に、ラッペナウの水城を築いた。1806年にこの村は、帝国代表社会議使用決議によって、バーデン大公領に組み込まれ、1810年には一時的に、アムトの本部所在地となったが、1813年には、アムトネッカービショフスハイムに編入された。 その後、1822年に声援監督官のローゼントリットがアインジーデルバルト終焉部の深さ175メートルに豊かな岩塩層があることを発見した。直ちにラッペナウの光線を治療に応用しようという努力がなされた。しかし、バーデン政府は光線保養所の建設に興味を持たなかった。このため、1832年に持ち株会が組織され、 1834年5月15日に、ゾフィー・エンバートが建設された。これにより、ラッペナウに水浴場の賑わいがもたらされたものの、採算が合わなかったため、この保養所は閉鎖された。1845年には、塩水温浴所が設けられ、1873年までには、倍以上の規模に拡張された。1862年には、サウナ室が設けられ、 1886年からは、温泉吸入施設も設置された。1867年に、アムトネッカー・ビショフスハイムは廃止され、ラッペナウは、別力アムト・ジンスハイムに編入された。1887年に、マンハイム・プジン社会方針養請所が、温泉療養の必要な子供のためにクアハウスジロアをオープンさせ、1912年には、 ハイデルベルクのオスカー・ブルピュース教授がラッペナウの森の高台に骨、関節、染病患者のためのサナトリウムを開設した。また、1845年からは古い塩水温浴所は長栄のゾフィール・イーゼンバートとなった。1921年には約84,500人の宿泊客があった。 バーデンの国務大臣の指示による当事場としての認可は1930年9月4日になされ、これにより同年10月1日から町の名前はバート・ラッペナウと改名された。バート・ラッペナウの温泉施設の数は第二次世界大戦後急速に増え、1952年には州で7番目に大きな当事場となっていた。1970年代には4つの 特別治療施設が設けられ、およそ60万人の宿泊客が訪れている。1936年の行政改革で、バート・ラッペナウの所属する別力アムとジンスハイムは、ジンスハイム軍に移行した。1950年4月1日には、ハインスハイムのツインマーホーフ地区が、1952年4月1日には、バート・ビンプフェンのツインマーホーファーフェルト地区が、バート・ラッペナウに合併した。 1971年から1973年までの間に、さらに8つの周辺自治体が、バート・ラッペナウに合併した。1973年1月1日に、バート・ビンプフェンは、ハイルブロン軍に移管され、これに伴い、シュトットガルト行政管区に属すこととなり、バーデンの自治体であったバート・ラッペナウは、ビュルテンベルクのシュトットガルトの管理下に置かれることとなった。 1973年10月にバート・ラッペナウは都市圏を得た。2001年にバート・ラッペナウの人口は2万人を超えた。これに基づく大規模軍都市への昇格申請はバーデンビュルテンベルク州当局により2003年1月1日に発行した。バート・ラッペナウの地域はもともとボルムス市教区に属していた。ボルムス市教は 1343年にコンラートフォン、ヘルムシュタットに、ビンプフェン教区のラッペナウ司令配道を独自の教区とすることを強化した。1530年以降は、領主によって宗教改革がなされ、その後ラッペナウは何、世紀もプロテスタントの町となった。市教会1806年にバーデンに移行し、後のプロテスタントのバーデン地方教会となる組織を構成する教区となった。 1880年にこの教区は、現在の市教会にあたる新しい教会を建設した。バート・ラッペナウ教会組織はもともとジンスハイム教区に属したが、1975年からは、エッピンゲン・バート・ラッペナウ教区が創設された。この教区は2005年1月1日に、ジンスハイム教区と融合して新しく暗い日がう、教区となった。バープシタット地区、グロムバッハ地区、 ハインスハイム地区、オーバー・ギムペルク地区、トレシクリンゲン地区にも、バーデンのプロテスタント地方教会、クライヒガウ教区に属す教会組織が存在する。一方、ボンフェルト地区、フュアフェルト地区の教会組織は、もともと、ビュルテンベルクの町であったことから、ビュルテンベルクのプロテスタント、地方教会ハイルブロン教区に属している。ハイリグストン・ヘルツン・イエズ教会世紀には、 カトリック信者も多くバーとラッペナウにやってきた。彼らはまず、隣接するジン・ゲルバフ派の教会に所属した。1896年には、ラッペナウ近内礼拝堂で、教会行事を行うようになった。1929年から、現在のハイリグストン・ヘルツェン、イエズ教会を建設し、1954年に、完成し、1959年には独自の教区を建てた。 この教区は創設の時点からフライベルク、広塚サ教区に属した。バート・ラッペナウ市内及び周辺町村の教区は現在、バート・ラッペナウ市牧会及びオーバー・ギム・ペルーン市牧会に属している。ユダヤ人は16世紀からラッペナウにいたことが分かっているが、居住者は流動的で、そのコミュニティは脆弱なものであった。1802年にご家族、 1824年から25年には、6家族がこの町に住んでいた。1816年に、シナゴーグ建設が起訴されたが、資金不足から頓挫した。1848年になってやっと、新しく開発された住宅地、ヒンタゲムドルフに、小さなシナゴーグが建設された。1881年には、ジーゲルスバッハへ向かう、街道沿いに、 ユダヤ人墓地が設けられた。ユダヤ人コミュニティは1875年に80人にまで拡大したが、その後は移住などにより急速に減少していった。1900年には46人、1933年には10人といった具合であった。1937年にコミュニティは解消され、シナゴーグは売却されてミルクの集荷場に改築された。 1938年の水晶の夜には、ユダヤ人商店のショーウィンドウが粉々に破壊された。最後に残った5人のユダヤ人は1940年国外退去させられ、4人が亡くなった。以下は、各時点における地域の人口を示す。数値は、国勢調査、または、各時点の行政当局の統計局による推定値である。バート・ラッペナウの人口推移役所。 バート・ラッペナウ市の市議会選挙は36人の議員からなる。バート・ラッペナウは宿ごとの定員を定めた選挙区制選挙が行われている。フィアフェルト地区には区議会が存在する。市の代表者はかつては領主、またはその代行者である大官であった。バーデンへの移行後は市長が市の行政を司るようになった。 2003年1月1日に大規模軍都市に昇格した後、市の代表者は公式には上級市長と称する。バージェマイスターは公式には上級市長の代行者で第一副市長を指す。第二次世界大戦後の市長は以下の通りである。ズンガラ、金字。青い基部の上に跳ねる黒い常用馬。旗は黒から黄色である。 1820年のラッペナウの印象には、かつての領主であった、原民元家の紋章である、青地に2本の金色の横帯に地名に由来する、デザインの黒馬が描かれていた。木部が青で覆われた上に黒い馬のデザインは、紋章学上は、色彩規則違反なのだが、バーとラッペナウの紋章が、原民元家の紋章から、配色だけを引き継いだためである。バーとラッペナウの紋章と、旗は、 1957年9月26日に、バーデンビュルテンベルク州内務省の認可を得た。1994年4月19日に、バート・ラッペナウは、ドイツ海軍のフランケンタール急走海底にその名を与えた。この艦艇は、アベキング・アンドラス・スムス戦造船所で建造され、バルト海に面したカッペルンのオルペニッツ港に配備された。バート・ラッペナウは1989年から、 フレンキシェ法ーーフの文化館内に博物館が開設されている。この博物館には旧騎士僚ラッペナウの声園や当時の歴史を外観することができる。この博物館の特殊性は声園書創設時代からのボーリング器具、岩塩採掘器具、食塩生成器具が展示されている点にある。水木14世紀の防衛等水上はこの都市を象徴する建築物である。 この城は、市街の歴史的な中心地にあり、ミュールバッハ川から水を引いた池のある、付属庭園が併設されている。この川は、現在では暗居になっている。かつては、騎士領の本部であった。この城は、1601年から1603年にかけて、エーバーハルト本原民元によって建設された。バプシュタッター通りの北側に14世紀に、 建設された円形の防衛塔がある。市中心部のマルクト広場に1999年から2001年に建設された新しい市庁舎がある。この建物は、教会広場に面して特徴的な円形部分があるが、この中には公民館と市議会議場がある。プロテスタントの市教会は、1880年に後に名誉市民となる建築監督館。 ヘルマン・ベハーゲルによって建設された。マルクト広場には、スタッド・オーダー・マークト・トブラナンがある。この泉は、緑がかった、花崗岩でできた8枚の円盤を水平に、重ね合わせて休憩に仕上げたもので、プライデルスハイム出身の芸術家、イエルク・ファイルメツガーの作品である。中核と支部と核宿との連帯と、温泉、光線都市としてのバートシュタットにおける水の重要さを、 象徴したものである。ザリー年通りに1929年にハイルブロンの建築家フランツクーンの設計に基づいて建設されたカトリックのハイリグストン・ヘルツェン・イエズ教会がある。この教会は1954年に建築家・オーオンマハトの指揮下で拡張工事が行われた。 二つの素人を持つネオバロック様式の建築で北面野外の十字架の道行き全十四と目を描いた壁飾りは特に感銘を与えるこの作品はフライブルクのフランツ・クサバー・ヘンメルレの作品である文化館は1842年に建設された旧フレンキシェー・ホーフ内にある隣接して1906年建造の学校があるこの町にはこの他に 多くの歴史的木組建築が残されている。特にドミニコ修道会の館は特筆に値する。ジーゲルスバッハに通じる街道沿いの市営墓地にはローゼントリットグラーブがある。これは1822年にバーとラッペナウの岩塩層を発見した、声援監督官で名誉市民のゲオルクヘンリーヒ、ローゼントリットの墓である。 アズマや風の円形の建築物であるモノプテロスが岩塩採掘場の入り口を飾る。これはベルリンとパリで活躍する芸術家マッチンスキーとデニングホフによってクロムイコールニッケルコーのチューブから作られている。ビラルスティカはローマ時代の農場の一部である。この遺跡はフューフミュールタールの入り口にあたるレーマーゼー沿いに位置する。中核式では 1977年から毎年街道祭が、1978年から一祭りが行われている。また、入植者協会は春祭りを開催している。各宿は1980年代あるいは90年代から毎年様々な祭りを行っている。例えば、グロムバッハの秋祭りや旧地庭園祭、ハインスハイムの漁師祭、オーバーギムペルンの白祭り、 ボレンベルクのケルター祭り、ツインマーホーフのマルティニ市場などである。バートラッペナウのクアパルクで毎年行われる光の祭りも忘れてはならない。この祭りには毎年一万人がバートラッペナウに引きつけられ、常に大きな成果を上げている。ツインマーホーフ地区とジーゲルスバッハとの間のレーマー勢では二十年以上にわたり毎年野外ロックコンサート、 レーマーゼーオープンウェアが開催されている。2008年4月25日から10月5日まで、バーデンビュルテンベルク州庭園博がバートラッペナウの上司公園、クアパルク及びザリネンパルクで開催される。主なアトラクションの一つに、塩水濃縮装置がある。バートラッペナウは、連邦アウトバーン A6 号線のインターチェンジに面している。また、連邦道 B39 号線が フュアフェルト地区を通っている。バート・ラッペナウ駅は、バート・フリードリヒス・ハルからハイデルベルクに至る、エルゼンツタール鉄道沿いにある。公共旅客交通機関は、ハイルブロン方園路へハルキン高交通が、多くのバス路線を運営している。バート・ラッペナウの、主な企業は、以下の通りである。バート・ラッペナウでの出来事は、日韓神のクレイチェグをシティンメ及びバット・ラ・パンワー・ボテ、 エピンガーなハリヒテンに掲載される。バートラッペナウには、交渉人役場がある。ありがとうございます。